ミハイル・エフィーモビチ・ニコライフは、ソビエト連邦及び、ロシアの政治家。ヤクート人。ロシア連邦左派共和国初代大統領や、ロシア連邦議会上院連邦会議副議長を、務めている。村で1937年11月13日、ソビエト連邦ロシア共和国のヤクート自治共和国、オルジョニキーゼチクオクテムツィ村に、農民の子として生まれた。 1961年オムスク獣医大学を卒業し獣医として勤務の傍らコムソモール活動に参加し役美しコムソモール第一初期などを歴任する1963年ソ連共産党に入党する1969年から1971年までソ連共産党中央委員会付属高等幹部学校で学ぶ 1975年ヤクルトジイチ、共和国閣僚会議副議長。1979年、ヤクルトジイチ共和国農省。1985年、ヤクルツクチク委員会初期を歴任し、農業改革に尽力した。1989年ヤクルトジイチ、共和国最高会議官部会議長に選出される。1990年、 ミハイル・ゴルバチョフのペレストロイカに伴い、ヤクート共和国最高会議議長、ソ連人民大議員に選出された。1991年ソ連8月クーデターが起こると、ソ連共産党を離党する。同年12月20日、ヤクート自治共和国は、大統領制を導入し、ニコライフを初代大統領に選出した。この時、ニコライフは、 投票総数の76.7%を獲得した。12月28日ヤクート自治共和国はヤクートサハ共和国に名称を変更した。1996年の大統領選挙では58.96%を獲得し再選された。2002年に辞任後、連邦議会上院副議長を務めている。ありがとうございます。